等差数列の和についての第2回。テキスト丸3ページを開いてください。例題でありますけども、300以上500以下の自然数のうちで9の倍数の個数とそれらの和を求めなさい。まあこういう問題をこれからやってまいります。で、こういう問題は一種の問題のための問題でありまして、数学的に、あるいは理論的にとても大切だ。面白い。 ということあまり感じることのないものでありますね私もこの問題自身に重要な理論的な意味があるとは言いませんで、そうではなくてこのような問題を通じて皆さんが学んできた大事な数学的な考え方それを使いこなせるように皆さんに身につけていただきたいそういう趣旨でやるわけでありますこれのような例題とか問いとかって こういうのを解けることは目的ではありません。これは単なる手段であります。さて、えー、丸三ページの例題でありますが、9の倍数っていうのは言った一般にですね、どういうふうに表されるか。9の倍数は9、18、27、36、点点点点こういうものでありますが、それは当然のことですが、9の倍数は、あ一般に整数 n を用いて 9n っていうふうに表すことができます。正の自然数であれば、 自然、生の9の倍数であれば、自然数 n を用いて、qn というふうに表すことができるわけでありますね。そして、その qn という数が300以上500以下であるというのは、n がどんな場合であるか。でそうしたら、その11行目の不等式を立てて、それを解いてやればよい。 n は33.3点点点点よりは大きく、55.5点点、55.5点点点点よりは小さい。ということになります。n は整数なのですから、これを満足するような n は、実際には34、35、36点点点、30、あ、55。こういう自然数であるということであります。で、えー、14行目。300以上500以下の自然数のうち、 9の倍数というのは、交差が9の等差数列であるとで。言うまでもないことですけど、300以上500以下の9の自然数は、まあ小さい順に並べて作られる数列がということでありますね。で、こういう言葉はよく省略されるんですが、小さい順に並べると、交差が9の等差数列を成していると。で、そうだとすると、その初項は何かっていう、n が34の時の9の倍数。9×34。34 末向は n が55の時の値でありますね。項数は n が34から55までいくわけですから、植木算の考え方を考え、使わなければいけませんが、22項ということになります。で、初項と末向が分かって、項数が分かったわけですから、等差数列の和が分かる。これでいうふうにして、17行目、あるいは18行目の答えが出るということですね。 で、このように、一般には Q の倍数。これが QN と表されるということから出発して N に関する条件を出せば、あとは等差数列の和として捉えることができるということ。で、等差数列の和に関して初項と末項と項数が分かっていれば、それによって和を求めることができる。丸2ページの一番冒頭、2行目でやった公式。それを勉強したということです。 というの14。2桁の自然数のうち7の倍数。9が7になるということと、300以上、500以下が2桁になるということ。2桁というのは100以上、100以上ではないですね。10以上、10以上、99以下ということ。で、それが2桁という,ということの意味がありますね。テキスト丸四ページの例題い行きましょう。 初項から第5項までの和が55。初項から第10項までの和が210である。この数列の初項と交差を求めなさい。初項から第5項までの和と、初項から第10項までの和が分かるだけで、その数列の初項と交数が分かるんだろうかという問題ですね。でこれも、 諸項と交差、あるいは交数を用いて和を表す、その公式が分かっているかどうかで、それをはっきりさせるためだけの問題でありまして、回答5行目にあるように、諸項から第5項までの和は、一般にどのように表されるかというと、1 2分の1かける交数5、そして諸項の2倍、でプラス交数が5ですから、 5-1で 4d。こういう風に表現することができるはずだと。で、これが55に等しいぞと。同様に、初項から第10項までの和は、5行目の式の2番目の式の左辺で表されるはずだと。2分の1倍の10、項数ですね。そして初項の2倍、プラス項数10、10から1を引いて9、9d。 格好閉じると。こう表せるじゃないかと。でそうすると、5行目の式は A と D についての連立一時方程式になるじゃないかとで。それを整理したものが6行目であり、6行目の連立一時方程式を解いて A と D を7、求める。これが7行目であります。 その次の問い、えー、全く同様でありますので、この練習として、えー、取り組んでください。皆さんにとって覚えづらいのは、おそらく、この等差数列の和を表す公式の中で、えー、テキスト丸 ② ページの6行目のところ、二分の一 n 中括弧を開いて、まず2倍の a1、初項の2倍、プラス、その次、nd ではなくて、括弧 n-1d となる。 というところだと思いますけども、この公式の元々の由来である2行目に遡ったとすると、その時の初項が A1 であり、末向は A1 に D を加えるという操作を N-1 回やったもの。植木算ですね。つまり、末向は A1 プラス N-1D と,と表されるということ。そのことに、 きちっと理解をすれば2行目の式から6行目の式、丸2ページの丸2行目から6行目の式が出てくるということはごく自然な話なわけです。そしてこの6行目の式が分かっていれば今やったテキスト、丸4ページの例題のような問題これを機械的に解くことができるということですね。もちろんこれを頭を使って、えー、解くこともできないわけではありません。 算数のようにですね、頭を使って解くということも決して悪いことではありません。で、しかし、代数的に式を立てれば自然に答えが導かれる。これもありがたいことではありますね。その次、10行目以降の例題。第10項が11である第10項が11。いきなりなんか奇妙な条件ですね。初項も二項も分かってないのに第10項が突然分かる。そんなことは普通はありません。 これはまあ問題のための問題だと諦めてください。で、そして初項から第5項までの和が125である。そういう倒差数列がある。随分決体な条件でありますね。で、その数列において初項から第何項までの和が最大となるかというわけです。で、一般に初項から第 N 項までの和、それを求める SN、 というふうにそれをしばしば表しますが、それを表す、そういう方法もあるのですが、それはまともな考え方ですね。この問題に関してはちょっとずるい考え方があるわけです。と、それが13行目に書いてあることなんですが、数列の項は、正の項を加えれば増加し、負の項を加えれば減少するに決まっているわけです。と、等差数列では、 数列、前の項に加えるべき数は一定であります。で、この数列においては、交差が負の数になりますので、どん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 、お数列のですね、項のお個数が進んでいくと、やがて負の数になるわけですね。負の数になってしまったら、その数を加えたら、数列の和は小さくなるわけでありますね。 ですから、この問題を解くときに、諸項から数えて、何項目までが正の項であるか。それが分かりさえすればよい。ということです。15行目。諸項 A、交差を D と置いて、与えられた条件。第10項についての条件と、諸項から第5項までの和についての条件。 これを初項 A と交差 D を用いて16行目のように定式化いたします。この定式化において重要なのは丸3ページいや丸2ページですね。えー、で述べた性質、あるいは丸1ページで述べた基本公式、えー、であるわけですけれども、それが頭の中に入っていれば16行目は何でもないわけですね。 第10項は初項に交差9、交差 D を9個加えたものである。第初項から第5項までのは1 2分の1かける5かけるの2倍プラス4倍の D であると。ということであります。で、これらの式を A と D について簡単にして連立方程式を解きますと17行目のように解ける。ということは交差がマイナス2ですから、交数が進むにつれてだんだんだんだ,んだん減るんです。 最初は 29, その次は 27, その次は25,23、どんどん減ってきます。で、えー、第 N 項は一般にどう表されるかというと、18行目のように、マイナス 2N プラス31、あるいは31マイナス 2N、項う表せるわけです。でも第 N 項が最初に負になるのは第何項かというと、マイナス 2N プラス31が0より小を解いて、N が15.5より大きいとき、ということになります。 n は当然整数値しか取りませんから15.5より大きい整数は16以上の整数ということになります第16項からは負になってしまうわけですからそこから先は足せば足すほど減っていくだから15項までの和が最大となるというわけですえその次の問いは全く同じ問題でありますからもう省略していいでしょう、えー、もちろん皆さんはしっかりやってくださいテキスト5ページの例題をやりましょう 1>, 1から始まる正の奇数の列を次のように1個、2個、3個、4個、点々点々の数を含む群に分ける。こういう問題設定であります。このような問題を群数列の問題っていうふうに言いまして、大変に問題が抽象的でありまして、何のためにこういうふうにするのかっていうこともちょっとわかりづらいこともあり、概念が複雑なこともあり、 この段階で、えー、数列が苦手になってしまうっていう人が少なくないと聞いておりますが、実はそれほど難しいことがあるわけではありません。えー、細かくきちっと考えるということがとても大切なんですね。この手の問題で何より大切なのは、軍を作る規則であります。軍の生成規則でありますね。えー、この問題では、軍の生成規則が2行目、3行目、 つまり、1から始まる正の奇数を、次のように、まあ次のようにというのは小さい方から順番に考えて、最初は1個の群次は2個の群その次は3個の群その次は4個の群こういうふうにしていく、ということであるわけですね。で、従って、一般に第軽群には、稽個の数が含まれているわけですね。第3群には3個、第4群には4個、第軽群には稽個 の数が含まれてるわけですでさらにややこしいのはこの中に含まれている数は全部奇数であるということなんですね。で1から始まる正の奇数の列がありましてその正の奇数の列に対して最初は1個その次は2個その次は3個その次は4個そういうところで式を入れていくということに他ならないわけであります。 で、そこでですね、私たちのこの123の問題を解くのに、最も大切なこと、えー。それはですね、この1番の問題、第 N 群の最後の数、これを求めるということなんですね。普通は第 N 群の最初の数を求めるという方が楽だ,だと思いますよね。実は、あこの種の問題で、えー、大事なのは、第 N 群の最後の数を求める。こちらの方があ筋が良い。 いうことなんですで、どういうふうにしたらとっか11行目まずですね第 K 群は K 個の奇数を含んでるわけですねいいですかこれはもう最初の出発点でしたと、第 N 群の最後の数例えば簡単のために第 N 群第4群としましょう n を4第4群の最後の数というのは最初から数えると 何個の奇数を含んでいるでしょうか第1群には1個、第2群には2個、第3群には3個、第4群には4個の奇数が含まれているわけですね。ということは、第4群の最後の数というのは、1から始めれば、第1群から数えれば、1たす2たす3たす4個の奇数を含んでいる。そういうことになるはずでありますね。だから、第 N 群の最後の数というのは、 奇数だけで考えてみれば、最初に1個、その次は第2群には2個、その次は3個、その次は4個、点々点と来て N 群には N 個を含まれているわけですから、最初から数えると、2分の 1NN プラス1番目の奇数になっているはずです。重要なことは、最後の奇数が2分の 1NN プラス1になると言ってんではありません。そうではなくて、1から数えて何番目かと。何個の奇数が入っているのかと。 ということです。で、えー、先ほども注意したように、例えば第4群の最後の数、この場合は私たちに19でありますが、この19という数は、4行目の19という数は、最初から数えて1個足す2個足す3個足す4個、番目の奇数ではないかと、ということでありますね。で、それが12行目であります。よろしいですかところで、その次にもう一つの段階があります。 そもそも奇数において、第 K 番目の奇数。1から始まる交差が2の等差数列。1、3、5、7、9、11、13、点々、点々。こういう風な、正の奇数の列において、K 番目に来る奇数。第 K 項はどのように表されたでしょうかこれは、前のセクションでも勉強していることでありますが、一般に2倍の形、 マイナス1。こういう風に表されるわけでした。例えば、k が10だったらば、20引く1で19。というわけですね。で、えー、実際、19。私たちの4行目に出てくる、この19というのは、10番目に現れる奇数であるわけで、2かける10マイナス1。こういう風にして出すことができるわけです。で、そうすると、第 k 番目の奇数が 2k マイナス1ですから、 12行目の2分の1 n かける n プラス1番目の奇数は、それの2倍から1を引いたもの、すなわち14行目の左辺のように表せるというわけであります。で、これは14行目の式を計算すると、14行目の右辺のように計算されます。このようにして、第 n 群の最後の数があ出るわけでありますね。と、第 n 群の最後の数が出たら、 第 N 群の最初の数を出すにはどうしたらいいだろうか。これを考えるのに、まあ、いろんな方法があります。で、第 N 群の最後の数から逆算してきて、最初の数を出そうというのが普通の人の発想でしょう。しかし,し,かしですね、ちょっと筋のような皆さんにぜひマスターしてほしいと思うのは、次の15行目の発想です。すなわち、第 N 群の最初の数というのは、 その直前の群第 N-1 群の最後の数、その次の奇数であると。こう考えるのはなかなか憎いことですね。例えば4行目の式もう一回戻りましょう。第4群は19で終わるものでありますが、始まる数、13っていうのを求めるのに、その13というのは、第4群の最後の数19よりも、 その、まあ、三つ手前の数であるとで。そういうふうに考えてやることもできますが、第四群に属す最後の数というのは一般に分かっているわけですから、第三群に属する最後の数っていうのも、上の14行目の結果において、n に n-1 を代入することによって出るわけでありますね。で、この場合、4行目で言えば、この13を出すために、 19を出すという公式が出ていれば、その公式を使って11が出せるというはずであると,ということですね。その11を出しておいて2を足せば13が出るじゃないか。この16行目に書いてあることは、第 n-1 群の最後の数というのを出すために、14行目の式、この式において n のところに n-1 を代入する。 そして、そういうふうにして第、第 N-1 群の最後の数を出しておいて、それに2を加えればその次の数が出る。この16行目の考え方、別にこんなふうに難しく考えなくてもいいじゃないかと、皆さん思うかもしれませんが、この14行目の考え方がそのまま使えるというのが、この考え方の嬉しい点なんですね。その嬉しさをぜひ共有してください。数学は答えが出れば何でもいいじゃないかと。 確かにそれはそうなんですけど、その答えを出すにも正しい手筋というのがあるんですね。そしてその正しい手筋を身につけるということが、数学を好きになる上でとても大切なことであります。3番目の問題はもうおまけですね。第 N 群の最初の数が分かって、最後の数が分かって、交差が2であるということも分かってるし、交数が N であるということも分かってる。ですから、第3番目の答え。 ま、一瞬にして、計算できる。というわけであります。このようにして、1から始まる奇数の列というのを、奇数ごとに区切っていくと、非常に面白い規則ができるんですね。四4行目のです。一最初は1。その次は3たす5で8。その次は7たす9たす11。全部加えると、えー、えー、えー、して、27。で、その次を加えると64。 で一般に19行目にあるように、第 N 群の奇数の和は N の3乗になるということがわかっていますで。こういう規則も昔の人はいろんな別、卓越した方法で発見してたわけでありますが、私たちはこの群数列の考え方を用いることによって、すっきりと出すことができるというわけであります。その下にある問い。 これは今私たちが解説したこの例題の考え方。で、これを皆さんがマスターしたかどうか自分たちでチェックする上でとても大切なものだと思いますので、ぜひ独力でしっかり取り組んでください。このように教科書、テキストにはですね、同じページに書かれていてもすごく負担の大きいものと、それからあっさりするものとあります。 で、難しいところは難しくて構いません。最初は苦労しても構わないんです。それをしっかりとマスターする。そのことによって、皆さんの数理世界が格段に広がっていく。と私は信じています。